俺さ、報告をしたツイッターでおめでとうございますって言ってくれてる人をバーって見るじゃない。どうしてもそのツイッターの一ちゃん上に出てくるじゃない。で、それでそのなんかおめでとうございますって言ってる人にいいね、何々さんがいいねしましたみたいなのがあるのよね。その何々さんがいいねしましたがちょくちょく上に来る人って、例えば小島の兄さんとかさ、かなえちゃんとかさ、かなえちゃんハスハスとかさ、っていうのがパッて出てきて、あ、絡んでくれた人がしてるんだ、お祝いしてくれてるんだ、で、それにいいねしてるんだっていうのが私もわかるわけですよ。で、そこに全然知らん、俺なんで今この人におめでとうって言われたんやろみたいな人いいひん。そういう人出てくるよね。あのコスプレイヤーの人なんか俺一切絡みないけど、なんで俺におめでとう言うたやろうと思って、俺ちょっとびっくりしたもんね。そうそう、タン、そう。で、ツイッターのトレンドにタン、ツイッタートレンド上位とかにタン結婚みたいなんでトレンド載ってましたよね。タン結婚って言って。そんで、ちなみにワイワイさんは47位だったそうです。その時ワイワイさんという単語は47位だったそうです。タン結婚が10位だったそうです。なんで、その順序もちょっともうぐちゃぐちゃになって、なんでなんだろうって思いながら。まあでも、おいたん、それおいたんっていうことやねんな。そういうことでなんでしょうけど、あ、こんな、なんかで、なんか絡んだかなとか思いながら、おめでとうございますって言ってくれてる人がね、いて、ああ、嬉しいなって思う、みたいな、ありましたけどね。